ありがとうございます。いやー嬉しいですね。改めまして新浜レオンです。よろしくお願いします。お願いします。いやもう本当に久しぶりの、鈴木楽器さんですけれども、おそらくこの日が最後ですよね。あ、9月の最初これが最初ね。すいません、これが最初、これがスタートということ。すごいですね、最初の最後、5月20日。どこ別順なんですか、一瞬でしょう、どこ。あ、でも確かにサインがね、ちょっと かわいかった。今どうなんですか。今も可愛いんですか。大丈夫ですかね。いやでもね、本当にあのデビューから、まあ、いろんなところでイベントやってますけれども、僕的にはですね、本当にこの鈴木楽器さんでのイベントというのが一番こう皆さんとの距離も近く感じますし、皆さんとつながってるなっていう時間を一番感じる場所だと思ってますので、今日本当に、今日念願のこの日を迎えることができて本当に嬉しいです。改めて鈴木楽器さんはじめお集まりの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、本当に鈴木楽器さんでイベントやらせていただいて、まあ、デビューした年はね、本当にあのコロナというものもなかったので、普通に、まあ、この客席なんかもこう開かない状態でも満杯でね、やらせていただいてたんですけども、まあ、そこから、まあ、コロナ禍に入ってなかなかね、こういうイベントができない状況が続いて、でまあ、その分なんて言うんでしょう、なんて言うんですかね。今日は近いからちょっとの神がバレますね、今日はね。なんて言うんですか、大きいコンサートとか、五木さんのステージとかいろいろあって、まあ、そういったところでたくさん勉強はさせていただきながらも、なんて言うんでしょうね、近い距離のイベントがこうできなかった分、またちょっと違う感覚というか、時間が続いてたので、その寂しさみたいなのはすごく僕自身感じていて、ちょっとなんかなんですかね、この感じは。おかしくないですか。すごくね、辛かったんですよ、本当に正直に言いますと。やっぱりコメントを見てても、やっぱりこう、そういうイベントもできないかなとか、あとそれこそ周りの、皆さんが、そういうイベントを再開しているのがすごくもどかしい気持ちもありましたし、まあ、それはね、会社としての判断の部分も、多かったので、まあ、自分もぐっと耐えながら、過ごしてたんですけど、でもなんといっても、支えてくださる鈴木楽器さんはじめ、本当にね、今日なんて言ったって鈴木楽器さんの金子さんがこのそばで見守ってくださっているというのはね、本当に嬉しいんですよ。デビューが本当にお世話になってますけど、でもね、一つ気になるところがありまして、缶バッジがですね、岩波理恵さんなんですよね。そこに新浜レオンじゃなかったんですね。そうだ、バッジをじゃあ差し上げないとまずいですね。はい、岩波さんも僕のオドシアスファミレオンに、来月、来ていただけることになってますので、ぜひ、見ていただきたいなと思います。ちなみに新浜レオン、今日初めてという方、お一人、ちょっと嘘はつかないでくださいね。でも一人、あ、新浜レオン初めてですか。ここに来てお目にかかる、今までどこにも出かけませんけども、ここで初めてお目にかかりました。本当ですか。6時にここに戻ってきて、それでもセーフで。あ、本当だ、ありがとうございます。新浜レオンと申します。どうですか、テレビとかで見ていただいて。 YouTube でよく見させていただきます。あ、本当ですか。どうですか、生の新浜レオンって。歌ももちろんいいと思います。歌ももちろんいいと思いますけど、私の次にやっぱりレオン君がいいねっていう、そうだねっていつも挨拶って。私の次に新浜レオン。いやいや、そうじゃなくて、最初が
主人とご主人がね、ああそういうことか。いや嬉しいですね。でもね2人だからね、テレビでも見てないと歌も見てないと話にならない。そうですよね。いやでもね、今日本当に貴重なご縁の中で、初めて見ていただいてありがとうございます。そして、まあ、他の皆さんはもうもちろんね、もう僕が知ってますから、もう皆さんのことは、ってどういうことなんですか。いや本当にね、もう正直僕が街中で見たら声かけますよ、本当に。本当に、いやだってもう幾度となくもう本当にね、ずっと一緒にいるわけですから。いやあのね、皆さん ちなみになんですけど、結構あるんですよ、会場終わりで皆さん気づいてなくて僕は気づいてることって結構あるんですよ。駅とかで、あ、いらっしゃると思って、声かけてくださればかけてるじゃないですか。何かけてるんですよ僕、結構本当にパッとかけてて、いい、ね、あったじゃないですかこの間。いやいいな。なのでね、本当にいろんなところで見かけたら僕も声かけますけれども、逆に見かけたら声かけてください。普通にそこら辺歩いてるので普通にいますから、もうぜひ声かけていただきたいなと思います。そして今日のイベントなんですけども、実は最初の話さない、そして一番最後にジェラシーをやろうと思うのを決めてるんですけども、あと2曲をちょっとやるのを、もうせっかくね今日はこういったイベントなので、皆さんの歌ってほしいリクエストの中でじゃあ選びたいなという機会をいただいたんですけども、いかがでしょうか。いいですか。ただしですね、ちょっと音源限りがあります。とりあえず僕のオリジナルは全てキュッと入れてきましたので、ちょっとね、これ僕も興味深いんですよ。皆さんがどの歌歌ってほしいのかなとか、ちょっとそれもすごく気になるので聞いていきたいなと思いますけれども、どうしましょうかね。まあ、今イベントで歌ってるのが基本的には、ここで心を奪ってとか、さよならを決めたのか、バラード1曲入れて、でその後に西城さんのカバーを歌うっていう流れで今回は組んでるんですけども、今回はもう全くもう一回全部白紙にして、全ての曲の中から選んでいただいて OK なんですけれども、じゃあちょっと多数決にしましょうかね。絶対ばらけちゃうと思うので、じゃあ僕行っていきますね。じゃあまずは、じゃあサードシングルからいきましょう。すいません、1回でやるよ。そうか。どうしようかな。じゃあ2曲選びたいと思います。2曲ね。じゃあ1人2回で、じゃあ僕のオリジナルだけにします。オリジナルだけなので、サードシングル、セカンドシングル、でデビューシングルと聞いていきたいと思います。いいですか、皆さん決まりました。本当にね、これオリジナルで、いや、オリジナル2曲にしましょう。せっかくですから、オリジナル2曲いきますよ。これ本当にあれですよ、多いことで決まることですから、後でちょっとぐちゃぐちゃ言うの気にしますけど、何ですか、何ですか。いやね、じゃあその気持ちはやまやまなんですけれどもね、今日ね、まあ、30名限定のイベントということで、もうね本当に残念ながら漏れてしまった皆さんもいらっしゃるということなので、秘密でお願いしますね。ここだけの話ということでね。ということで、じゃあ多数決いきますよ。じゃあまずはサードシングルから、ダメダメ歌ってほしいという方、あ、はいはい、あ、そんなにいらっしゃらないですね。ちょっとね、1、2、3、4、5、6人ぐらい、はい、ありがとうございます。ちょスタッフさんもちょっとなんとなく見ておいてくださいね。さあ続いて、さよならを決めたのなら、お、結構多いなこれ。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、14。はい、はい、じゃあ続いてセカンドシングルまで戻ります。君を求めて、おお、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあこの時点でもうダメ、ダメはもうダメ、はい、君を求めてきました。さあ続いてカップリング、さわらの街並み、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、9、9。ありがとうございます。さあ続いてデビューシングルまで戻ります。話さない、話さない、はい、歌った、歌ったカップリングいきます。心を奪って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、決まりましたね、もうこれは、うん、でも2曲バラードになりますけど、いいですか、この流れは。さよなら心奪って、あ、これやっぱりでも皆さんいいんですか、あ、本当に、あ、本当ですか。で、あの、勝手にこういうことしたんですけど、さよならと心奪ってはありますよね。あ、大丈夫ですか。ちなみになんですけど、あの、あ、こう、あ、了解です、了解です。あ、すみません、よかった、さわらの街並み、危なかった、ちょっと、ちょっと、嘘、よかった、はい、油断しました今。大丈夫です、僕はもうどんなことがあっても大丈夫なので。いや、びっくりした。でもちょっと一回お水飲んでいいですか、一回だけ。ということでですね、サワラの街並みなかったんですよ、なかった、皆さん、あ、聞きたかった、あ、じゃあこれちょっと、じゃあアカペラでやりますか。久しぶりでしたね。なんかですね、確かに歌ってなかったですね。あー、でも確かにちょっとサワラもね、今後やっていきましょうね、せっかくですから。あの、作曲が長戸大子さんでして、あの、今回のジェラシーとも同じ作曲の、まあ、ビームのね、本当に今創業者といいますか、そういう人なのでね、あの、ちょっとサウンドも少しこう、なんていうんですかね、こうリンクする部分があるというか、あの、サワラのいいところもすごくこうジェラシーに生かしていただいているようなことも言っていて、あの、長戸さんもすごくサワラが気に入ってるっておっしゃってて、お前なんかサワラ全然歌ってないなみたいな。すごい、ここだけの話、長津さんサワラ A 面だと思ってた方がいいですよ、最初ね。あの、まあ、結局君を求めてが、まあ、A 面でセカンドシングル発売したんですけど、で、まあ結局できて、で、先日お会いした時にそれを言われてすごくドキッとしまして、なんかあの、その長戸さん曰く、そのこうヒットのこう法則みたいな、まあ、自分の中で結構こうあるっていう話をされていて、でその中の一つとして地名のタイトルがやっぱり非常にこうポイントなんだよねっていう話をしていて、これ言いましたっけ、もともとサワラの、最初に来た歌詞が横浜だったんですよ。これ言ってなかったでしたっけ、言ってない、そうなんですよ。あの、もともと横浜で歌詞が来てて、そうなので、あの、そこから、まあ、地元がね、千葉ということで、いきなり僕が横浜歌ったらなんかちょっと不思議な、あり、あ、横浜ね、ありね、そっか、じゃあ横浜でもありだったんですかね。そうなんですよ、でも本当に横浜で歌詞があって、
で歌詞の世界もちょっと違ってもちょっとなんていうんだろう、こうきらびやかな世界な雰囲気だったんですけど、まあ、サワラに、まあ、最終的になってだったんですけど、やっぱ長門さんがね作詞もしてくださったので、そのサワラの景色というのを長門さんもすごくご存知で、ゆっくりお話しさせてもらって、あそこいいとこだよねとかって、まあ、本当何でも知ってるのがすごく印象的で、びっくりしました。その点は、まあ、長門さんのご出身は滋賀、関西の方なんですけど、千葉のことにすごく詳しいんだなと思いながら、すごく驚いた思い出がありますね。あとはですね、僕の、やってた野球とか、あとは長門さんがすごく言ってたのは、サンジャポをご覧になってたみたいなんですよ、出演した時。そのサンジャポの新浜レオンの雰囲気がこの歌にメロになんかこうなればいいねみたいなことをこう全然アイスコーヒー飲みながらこう話したので、全然普通にこう全然なんかその制作に関してとかじゃなくて、何気ない話の中でそういうことが出てて、で最終的にまあこのジェラシーができたという流れなんですよね。そうなんですよ。なのでまあ僕としてもやっぱりビームでデビューした以上、やっぱりこう長門さんに曲を書いてもらうっていうのが一つすごく嬉しいことですし、これからもなんか長門さんも演歌歌謡曲がやっぱり大好きみたいで、おっしゃってました。手掛けてる楽曲はもう本当にポップスとかマロックとか幅広くやってますけども、本当はすごく演歌歌謡曲が好きなんだよっていう話を聞いて、それも含めてすごく嬉しかったので、これからも、まあ、なかなかねお会いする機会ないですけども、お会いした時にはいろんな音楽の話を聞きながらまた活かしていければなと思ってます。あ、じゃあ皆さんからリクエストをいただいた歌をね歌いたいと思うんですけど、ちょっと喉が渇きますね今日はね。ちょっといいですか、見ながらで、ね、どっちからいきますか、心があってとさよなら。じゃあこれも出すけつで、もう後から本当に言われて嫌なんだよねさようならと心奪って、じゃあどっちが先かも、これまあどっちでもいいと思うんですけども、じゃあリクエスト取りたいと思います。じゃあ心奪ってが先、おっ、いやまたちょうど半分ぐらいになるのやめてくださいよ本当に。はい、ありがとうございます。じゃあさようならピタさん、これ数えなきゃまずいぐらい、じゃあ、さよならちょっとやけといてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 名です。あ、ということは30名いらっしゃるってことだから、すいません、じゃあ心奪ってからということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。よし、それでは聞いてください、心奪って。